大きな耳が特徴のジャンボサイズのうさぎのお飾り。早島町の鶴崎神社では毎年地元の特産品の畳表を作る過程で出るいぐさを使って大きな干支飾りを作り境内に設置しています。今回は10作目のうさぎ、高さおよそ 2.4 メートル、幅 1.2 メートルで、宮司が一人で3週間かけて制作したということです。お正月にね、皆さんが来ていただいて、そしてまあ喜んでいただくということで作らさせていただきました。うさぎの上り坂という言葉があるわけでございますけども、すべてのことが順調にいっていただくような年になっていただいたらと思います。このお飾りは来年2月5日まで神社の境内に飾られ、大晦日と正月三が日の夜はライトアップされる予定です。